神奈川県横浜市の緑のキリスト教会が設立した NPO 法人ラブネイバーズは、国内外における児童教育支援、介護福祉支援、震災救援活動に力を入れて活動しています。そして先日は4月に起きたネパール大地震の支援活動をはじめ、孤児院やスラム街の訪問などさまざまなニーズに応えるべく、ネパールに支援チームが派遣されました。今回のフォーカスは2回にわたり、ラブネイバーズ協力のもと、彼らの取材映像とレポートをもとにネパールからお届けします。まず現地に到着した彼らの第一印象はこんな感じだったそうです。まずあれですね、空港のトイレからびっくりしましたね。日本では綺麗なトイレが当たり前なんですけど、まあ汚いっていうか、まあ、すごい水準が低いのが見えて、それにまずびっくりしました。あとまあ道路も舗装されてない場所が多かったので、もう車もバイクもごっちゃごちゃですごいなんかスリとか、まあ、危ない人が多いって聞いてたので、すごいネパール人イコールそうなんか鋭い目つきをして、あまりフレンドリーじゃなくて、まあ、いかにも悪そうな顔してんのかなっていう。ずっと緊張してましたね。なんかもうビクビクしてて荷物とかね取られるんじゃないかなと思って結構ビクビクしてて、といったあまり芳しくないイメージだったようです。でもここネパールで初めて生活をし、現地の人々と触れるうちに、そのイメージはどんどん覆されていくのです。まずその初日、空港到着後の彼らは最初の目的地、カトマンズ郊外のブングマティ村へ向かいました。そこにある孤児院を訪問するために行きましたが、ここも被災地の一つ。混沌とした風景が広がります。修復作業は順調に進んでいるようには見えません。ショベルカーやクレーンなど工事用の重機はなく、手作業で途方に暮れるありさまです。それでもなすすべもなく、目の前の光景をその目に焼き付けながら、ただひたすら目的地へと進む彼ら。そしてしばらくするとキリスト教孤児院キッズサポートセンターに到着しました。覚えたてのネパール語で挨拶するとみんな笑顔で迎えてくれました。地震によって同センターも被害を受け、また地震が来れば完全に崩れる危険性があるため、今は外のテントで寝ているそうですが、全員が入るには足りないと聞き、支援チームは日本から大型テントをプレゼントしました。早速テント張りの作業が始まり、四苦八苦しながらも、みんなで協力して立派な寝床が完成しました。子どもたちは大喜びです。その後、室内で歓迎会が開かれました。賛美をしたり、振り付けの歌や現地のダンスなどで温かく歓迎してくれました。支援チームもお返しにフラッグを披露すると、みんな釘付けになり、一気にテンションが上がってきました。ノリノリになってきたメンバーたち、今度はヒップホップで盛り上げます。子どもたちとすっかり心が一つになっていました。やっぱり子どもたちは地震が起こった時すごい怖かったっていうふうに言っていましたね。それでも僕たちがこうパフォーマンスとかさせてもらった中で、子どもたちも心を開いてくれて、すごい仲良くなって一緒に遊んだり、また戯れたりすることができました。また子どもたちにこう少しでも元気を与えられたんじゃないかなっていうふうに思って、すごくこの働きに感謝しています。子どもたちはとっても笑顔が素敵で、目がキラキラ輝いていて、ああネパールの未来は明るいなって思わされました。続いて西村のぞみ先生からお話を聞きました。東日本大震災のことを話して、その時ネパールをはじめ世界中の人が助けてくれたこと、世界中のクリスチャンが祈ってくれたこと、そして日本はとてもクリスチャンが少ないけど
でもクリスチャンのボランティアを通してイエス様を信じる人たちが起こされたことなどを語り、イエス様がいたらどんなことがあっても大丈夫、なぜならイエス様はみんなのことをとっても愛してくれるからだと励ましました。その通りに、両親がいなくてもイエス様が一緒にいてくれるだけで嬉しいことは、この子どもたちはいつも実感しています。아빠이럴때대제를믿는거예요람그룹아스트랄레아스트보아리안라는거고알제모야벗어알제모라야람루차모람리상가벗어라보나잔수라보미소가감가나잔수아저보미소라모이마보이코텐토쓸때니작은男の子と女の子が나오토와イエス様を信じてるの、イエス様を愛してるのと質問してきて、でもちろんそうだよって言ったら、私もだよ、ここにいるお友達みんなそうだよって言って、すごく笑顔ですごいイエス様を信じてることを誇りにしてる姿、また本当にイエス様がいるから自分は大丈夫なんだっていう、なんかそういうメッセージがすごい伝わってきて、やっぱりお金も、まあ、愛も必要ですけど、それよりやっぱお友達はイエス様の愛、イエス様を必要としてるんだなってことをすごく感じさせられました。その翌日はカトマンズから約40キロ離れたヌワコット郡を訪問しました。地震被災地の中でも特に甚大な被害を受けた地域の一つです。しかも彼らは車では行けない山上の集落まで足を運びました。そこに信徒たちがいるからです。今ではいくつか建物が見えますが、震災直後は何もなかったそうです。これらは簡易的に作った仮設住宅です。ここで全壊し住むところをなくしたあるご家族にテントがプレゼントされました。ですが、霧も濃く、水はけの悪い地面にどうテントを建てるか、相談を重ね、指南の作業が続きました。それでもようやくテントが完成し、神に感謝を捧げ、またこれからの生活が守られるよう祈りました。山を下る時も、壊れた家屋の瓦礫の合間を縫っての厳しい徒歩。あちこちに作られた仮設は、材料不足のため、さまざまな試みが見られます。ここはドラム缶の底を切り取って貼り付けた処置が施されていました。そしてこちらは、ここは信者さんの家ですね。ここもこれも後で地震後被害に遭った後、自分たちでこの台所をこうやって作りました。第一印象、よくまずここに住んでるなとなんでこんなところに住んでんだろうなってすごい思ったんですけど、でそこにでも伝道してる人たちがいるっていうことがすげえなって思いましたね。で本当にそこにまたクリスチャンがいる、ああすごいなって思いました。救われる人がどんどん起こされて、本当にそこがクリスチャンのね村になっていったら本当にいいなって思いました。この日の最後は公立の小学校ブランミッソルスクールを現地のビリーバーズチャーチの牧師たちと共に訪ねました。震災当日はレンガ造りの校舎が全壊したそうですが、土曜日だったために休校で、65人の子どもたちは皆無事だったといいます。歓迎の式が始まり、チーム皆きれいな布を首にかけられました。ネパールのしきたりのようです。ビリーバーズチャーチの牧師から働きの説明や励ましの言葉があり、続いて日本チームの時間になると、前日と同じくゲーム大会で盛り上がり、フラッグやダンスのパフォーマンスもここでも大好評、速攻みんなを虜にしていました。日本から持ってきた駄菓子は子どもたちの口に合ったみたいで、美味しそうに食べてくれました。ビリーバーズチャーチからは子どもたちに文房具と雨季に備えてレインコートが配給されました。また大人たちにはソーラーライトと毛布が配られ、彼らの生活の必要を満たしました。こうしてラブネイバーズネパール支援の旅の前半は、被災地という現実の中で
笑顔と感動に包まれ過ぎていきました。次回のフォーカスはその後半の活動をレポートします。